中京競馬場第10レースフローラルオークショー、3歳1勝クラスの芝 1600m 戦、9頭の競争です。少し雨に風景が煙ってきました。中京競馬場また少し雨が強くなっています。さあ枠入り順調で9番のミステリーウェイ、最後にゲートに向かいます。9頭ゲートに揃いました。スタートしました。ちょっと飛び上がるような感じで見る後方からになりました。ダッシュよく7番のゲンパチミーティアがまず出ていきます。押して並ぶ6番の東方ディアス、並びかけて周回コースに入って第2コーナーカーブ、3番手追い上げて9番のミステリーウェイが続きます。この集団内から1番のビアルークス並びました。間からは5番フラリオナ、4番のフォチノース、3番手集団を形成です。先端固まりました。残り1200を切って向こう上面中間を通過、3馬身差、3番のシティレインボーポツンと追走で2馬身後方に8番のミルー、それから4馬身ぐらい遅れて2番のメモリーエフェクトが最後方で最初の600を通過しました。それから3コーナーのカーブに入ります。一段ですが、まずは先頭3コーナー回っていって6番の東方ディアス、残り800を切りました。2番手ゲンパチミーティアが控える形、1番のビアルークスと5番のフラリオーナ、3番手4番手並んでいます。それから1馬身差で4番のホチノース、3番のシレインボー動き始めてその外まで上がって、さあ徐々に外から差を詰めて3番手集団の外まで上がりました。後方から追い上げてミルーもこの集団に追い上げて、4コーナーカーブから直線コースに向いて残り400を切りました。さあ今度は変わってゲンパチミーティア先頭か、内食い下がっている東方ディアス、間から1番のビアルークスも差を詰めている。この前の3頭締め切合う中、外から追い上げてくる3番シティレインボー、シティレインボー現在4番手の位置。さあゲンパチミーティア先頭か、ゲンパチミーティア先頭、1番シント抜けた、2番手粘る東方ディアスに1番のビアルークス差を詰めて2番手に上がったゲンパチミーティア、ゴール、ゲンパチミーティア捉えました。時計が1分37秒に、増山光平今日も5勝、時計が1分37秒に、最後の最後に足を使った1番ビアルークス、外に出して追い上げて2着に追い上げました。粘った6番東方ディアス、3着を確保か。芝コース不良馬場、時計は1分37秒に、上がりゴールまでの 800m 49秒7、600m は37秒4でした。中京競馬場11レース、今日のメインレース、名古屋城ステークス、ダートフォース 1800m 戦、出走馬15頭の競争です。スタンド前での枠入り、順調です。内で残っていた、さあ人気の4番帝王ケインズも収まりました。残るは、外から2投目、14番のコンカラー、最後にゲートに向かいます。15頭ゲートに揃いました。スタートしました。まず好スタート、内から3番グレートタイム出を伺いますが、かわしてテオケインズまず出を伺います。一気に外からムチが入って9番のキメラベリテ出ていきました。外からは大外15番ハヤブサレジェンド2番手につけます。4番テオケインズ3番手、外13番カセドラルベルが続いていって、あとは8番宮地国王真ん中から4番手集団、1コーナー回ったところでキメラベリテわずかに先頭ですが、半馬審査ハヤブサレジェンド並びかけていきます。第2コーナーカーブ、2馬審査テオケインズ、宮地国王3番手に上がります。あとはウィンホルティス、内2番のアッシェンプッテルが続いていって向こう正面中間に入ります。あとは3番グレートタイム、6番ダイシングジー、11番デザートスネーク、そして1番のウェルカムゴールドが続いていって残り 1000m 切りました。あとはコンカラー、カセドラルベルが続いていって、これから3コーナーカーブ、その後ろにエイコーンが待機して、あとはブランクエンド、10番のサクラリュール後方です。残り800を切りました。最初の 1000m 59秒9、1分を切っています。さあ先頭ハヤブサレジェンド、ハヤブサレジェンドに代わって外から一気に帝王ケインズが並んでかわしに出ていきました。帝王ケインズ早くも先頭、2番手ハヤブサレジェンド、3番手宮地国王サウスベにかかっている。4コーナーカーブから、さあこれから直線コースに入ります。あとはアッシェンプッテルグレートタイム、黒い帽子2頭、さあその後ろの集団も一気に差を詰めてきますが、さあ帝王ケインズかわしに出る、かわしに出る、内から2番のアッシェンプッテルがかわしに出るが残り200を切って、その差は1馬身半、差はなかなか詰まらない。3番手の集団から一気に桜アリュールが追い上げるが、これも3番手まで
4番テオケインズ差が開いた。3馬身のリードを取ってゴール。2番がアッセンプッテル2着、3着争い。最後内から3番グレートタイム盛り返して、10番サクラリュールとの3着は接戦ですが、前の2頭はかなり差をつけてのゴール。時計1分49秒3。またまた松山公平、今日はこれで10戦6勝。後続を直線また引き離してのゴールでした。4番テオーケインズ、2番がアッシェンプッテル、その後3着やや微妙ですがどうか。時計は1分49秒3。上がりゴールまでの800m 49秒4、600m 37秒2でした。西尾競馬場最終12レース豊橋特別芝コースの 1400m 戦、15頭の競争です。不良馬場の芝 1400m 戦、向こう上面での枠入りが進みます。10番ビオグラフィー、4番クリアサウンド収まりました。最後に1番外の15番ゲートにノーブルアースが向かいます。15頭が揃いました。スタートしました。ほぼ揃って出ました。さあ横に広がって先行争い、10番のビオグラフィーがまず出ていきました。外からブラックダンサー、11番のアイワナビリーブ、内からは6番のミニオンペールが続いていって、4番のクリアサウンドも3番手のうち、外から英会マドンナが追い上げていきました。その間からはアイナ・ワナビリーブ、もう一度差を詰めて、あとは8番のベストクイーン、この集団は固まっています。3コーナーのカーブを回っていきました。ヤマニンプレシオサ、ミッキーバディーラ、内から2番のムーンライトが追走して、あとは鈴鹿アーティスト、外から徐々に進出ラミエル。3コーナー回っていきます。後方待機は内から差を詰める1番レッドベレーザ、その後ろから9番のルーチェ・デラビタが追走で、3、4コーナー中間から4コーナーに向かいます。後方からノーブルアースが中盤まで追い上げにかかっています。残り600を切りました。さあ淡々としたペースで10番のビオグラフィーが逃げています。1馬身半のリードで4コーナーカーブから直線コースに向いて残り400を切りました。2番手ブラックダンサー、間から差を詰める。4番のクリアサウンド、クリアサウンド一気に差を詰めて2番手に上がってきました。追い込んでくる大外からグイグイとアイワナビリーブ、あるいはミッキーバディーラが追い込んでくる。打ち出し沿いからはムーンライト、残り200を切って坂を上り切った。さあ先頭を突き放した、突き放したビオグラフィー、2馬身のリード、懸命に2番のムーンライトが追い上げてくる。今2番手に上がっている。ビオグラフィーゴールイン、逃げ切りました。このレースも逃げ切り、2番ムーンライト2着、追い上げたクリアサウンド一旦差は詰めましたが3着でした。時計が1分23秒3。10番のビオグラフィー逃げ切りました。藤岡幸太騎手、上がりゴールまでの800m48 秒8、600m37 秒1です。